何回も言うけど、うち創価学会ちゃうけど、池田大作さんの大ファンやね。まして、うちの母方の、安徳天皇にとっては、おじさんにあたる。な。まあ、生きとったら、もし平重盛生きとったら、って思うやんな、絶対。その重盛松江が池田大作さんや。もちろん、池田恒興、池田輝政な。ちゅうのも、平重盛松江や。だから池田恒興直系かどうかは、まあ、別として、大作先生。な、ただ、広島城は池田家やから、池田公やからな。ほんなうちの親戚のサイトがなんかあったんでぐちゃぐちゃやっとるやん。で、うち広島城おめえって言ってん。な、幹事長、今なんの、あの人な、幹事長な、もう、じゃあ次の役職になってんのかな。斉藤、公明党の斉藤さんな。だから、池田ゆかりの広島城の北方でなんか作戦行動しそう。おもろいやろ。その、平家の本拠地やから、言うたら。広島って。だから池田公がおんねんで。毛利の本拠地ちゃうで、広島って。もともと本来。ね。毛利の本拠地どこですか言うたら、大江山やね。大江山。な。わかった？だから、丹後のこの神社、要するに、天の橋立ての守護人や、守護神やんか。毛利、大江家って言ったら。な？ね、広島はもともと平家のものやから、だから、その長男筋の重盛、松江の池田公がおって。で、その北方で、池田ゆかりの、そう、あれだ、公明党の斎藤という人物が作戦行動してんの。まあすごいな。戦国時代かと思っても、かなり引いたで、うち。でな、歴史は繰り返すっていう話が、結局、池田大作先生の持ちネタでもかなり面白いやつやね。優れた話。さっき、パナソニックの松下幸之助の話したよ。もう同じぐらいのクオリティやで。な、だから池田大作先生っていうのは、創価学会の独占物にしたらあかんねん。な、創価学会滅んでも、池田大作の名は滅びひん。発掘されるわ。これから発掘されるわ。池田大作原稿録みたいなのかな。でしょ？第一、大宗教っていうのは大抵ね、教祖を何とかして独占できへんかなと弟子どもが考えた結果、編み出されるのが大宗教やから、すごい真理今言うたぞ、うち。ね。さて、どんなすごい話かっていうと、歴史は繰り返すについてな、平家ならではの、壇の裏ならではっていうか、なんか、そうかのおばちゃんのこの覚えてる人多いんちゃう？そうかのおっさんは覚えてるな、こんなすごい話。な。歴史は繰り返すけど、必ず反対方向に波のように揺れ返すだけだよと。その時君、反対側にいたらあかんよって。自分の側に頑張って留まっていなさいと。負けたからって反対側になびいたら、波が揺れ返す時に、歴史が繰り返す波が揺れ返した時に、反対側に君おるじゃないかって。バカかって。歴史は絶対繰り返すのだよ。繰り返すのだよって。だから何回も同じ目に遭うなって。何回も同じ目に遭うのは、その時、歴史が超えたら違うぞって。どう？その時、反対側になぜか君がおるからじゃないかって。これは、日本先住民の人たちも結構それを演じてしまってるんじゃないかってことで。な？我慢してこっちがね、エテフリーのそばにおったらええもの、ブラックのそばにおったらええもの、ヤマトに仕官して、ナミが揺れ返すとき、ヤマト側にいるじゃないかと。エミシの大多数はって。これは愚かな話だなと。すごいクオリティやろ、池田大作。な、びっくりしたで、うちこれ聞いたとき。まあ、当時のうちは小学生やったから。しかも、今とは全然違う。理髪タイプやって、理髪タイプ。喧嘩いない。タイプやって。だからめっちゃ響いたで。しかもうち女子やから。こんな覚えていられるねん。何も見てへんで。あんな、見てもしゃあないか。何も見てへんやろ、原稿なんか。これが女子のクオリティや。ほぼ原文のまま思い出せんねん、女子って。しょうもないこと学ばんかったら。みんな女子との付き合い方間違えていますよ、だから。な。本当に、その女子ってこれができるんやから。で、しかも、その聞いた時の口調まで再現できるねん。
なんかそんな心当たりないみんな。なんか口調まで覚えとんなって女子ども、女どもはって。な、これが女子の面白さやねんで。その女子に対してこの能力使わせへんちゅうのは、その能力使ってほしくない奴らに決まってるやんか。な、そういったとこまで見抜かなあかん、見通さなあかん、ね。で、結局、その、これから波を、ね、揺り戻しますよ。ね、歴史は、繰り返すっていうの言い方、陳腐でしょ、あまりに。まるで、兵、兵しか、ビョンしか、チーシみたいに、陳腐でしょ、このギャグも、池田先生が言ってる、自分のことやから。な変っていうのもね、ビョン、ビョンかな。朝鮮半島の。あれも平家系よ。な変味っていう。日本では変味よ。変味には2系統ある。まず、清和源氏が変味を名乗った。ちょっと待って、変っていうのは平家の使ってた名前だ。朝鮮名だと。返したまえ言うて、平家の変味ができた。変味、エミリとかな。あの変味。変味順とかな。平家顔やろ。うちの顔に似てるしか、まあ、先住民顔やろ。ね、まあ、ペルシャ顔やろってこと。エルメス顔やろってこと。じゃあ、ヘンミっていう名前をパチってた清和源氏はどうなったかって、いつみっていう名前になった。ね、だからまあ、その話と、波が揺れ戻した時に、ちょうどまた悪いことが反対側にいるなんて、バカなことを、バカな歴史を演じてはいけませんよ。えにし諸君。